どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら先日の公式予想でも発表となりました呪術廻戦コラボ第2弾で能力調整されるキャラクターを一部ご紹介ということで、今日ですね、マヒトとジョーゴの能力調整後の図鑑画像来ております。実際に見ていきましょう。まあ、ちなみにね、ジョーゴに関してはね、新しい進化形態の方は性能発表されてますがね、進化、なんていうの、変身後というの、既存の方はまだ発表されてなかったので見ていこうと思います。はい、まずはマヒトから行きましょう。はい。闇列6個冬に7強6個無効感4つボイスに7強プラス持ってくれてます。倍率としては 2.5 の8乗かける、12.25 の2乗なんで、まあ、大体22万倍ぐらいの火力が出せて、まあ、武器も含めたら相当火力漏れるかなっていう感じです。スキルは1ターンの間チーム内の覚醒数にチーム内の無効貫通の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、ダメージ上限値が80億6解除し、水木を闇に変化が2ターンって感じで3属性持ってくれてます。はい。リーダースキルは闇焦げしてダメージを半減、3コンボ加算、固定700万ダメージ、悪魔タイプの HP が 2.5 倍、攻撃力が45倍となっております。はい。 HP 2.5 倍半減に3コンボ加算にね、攻撃45倍に固定700万と、まあ、無断に強い既存キャラにしてはかなり強化もらえてるかなという感じですね。そもそもパズドラって既存キャラってほぼ強化されないゲームなんで、基本的に既存キャラが強くなることはありえないんですが、まあ今回の人に関しては相当強くなってるかなと思います。もちろん環境最強と比べれば微妙ですけど、十分環境上位クラスの性能を持ってくれてるかなと思います。はい。これがマヒトですね。まあスキルがね、上限80億1ターンしかない時点でね、ちょっとまあ1世代前のキャラっていう感じはありますが、それでも3属性持ってくれてる時点で火力も高いですしね、すごく強くなってると思います。リーダースキルも間違いなく一緒ですね。はい。続きましてジョーゴです。非コンボ強化6個封印冬7強4つに 2A プラスボイス7強6個持ってくれてます。はい。倍率が 2.5 の6乗かける、まあ、20倍持ってくれていて、まあ、なおかつ 2way プラスなんで、まあ、4.84 倍と換算すると、まあ、大体、23000倍ぐらい。23000倍 ?2.5 の6乗かける20倍かける冬。まあ、そんなもんか。23000倍ぐらいの火力持ってます。はい。まあまあ、だから武器で守るのはもう必須やけど、非コンボ強化があるので、まあ見た目の火力以上には結構火力出るかなという感じですね。火の3コンボがリーダースキルで必須なんで。で、1ターンの間、ダブル吸収無効、ダメージ無効、貫通、ロック解除し、水、光、お邪魔、毒、爆弾を火に変化が3ターンって感じになってます。まあ、3枚ループしてあげると、火対応生成しながらダブル吸収無効貫通ループできるし、平積みするだけでいいので、結構面白そうですね。リーダースキルは火の HP が 2.5 倍、火の2コンボ以上でダメージを半減、火の3コンボ以上で攻撃力が50倍、固定1000万ダメージとなっております。はい。あ、でもコンボ加算ないんですね。じゃあ相方でコンボ加算必ず補ってあげて、固定1000万攻撃50倍に HP 2.5 倍半減で運用できるって感じになっております。はい。これがジョーゴですね。まあ真人もジョーゴもまあそうですね、既存キャラとは思えないぐらい強くなってるので、もう普通に既存とは思えないぐらい強いというのが一番いいところかなと思います。まあ人もリーダーとして十分やれる性能を持ってますしね、呪術廻戦で闇の無効感かなり強くなるので、そういう意味で使い勝手も良くなりますし、ジョーゴもまあさすがにスキル強いんでね、トリプル無効6解除非生成なんで、まあ普通にもうサブにとりあえず入れところあるので、まあそう考えるとかなり強いかなと思います。東堂葵に進化スキルがつくっていうのがちょっと楽しみすぎるんだけども、その前にこちら五条悟とスクナですね、を見ていきましょう。まずは五条から、ランキングダンジョン専用ぶっ壊れチートキャラクターなんですが、こんな感じです。バインドスキブ指枝豆冬三色攻撃よ、4つ無効感プラスボイスに三色攻撃持ってくれてます。はい。三色攻撃5つに無効感プラスに冬持ってますので、まあまあ火力主体も出せるかなっていうのと、スキルが6ターンで6解除、左足3列を火に、右足3列を右に、中央闇に変化、バトル6以降の場合1ターン自分の上限500億が6ターン、500億、ほう、500億解放、もう今みんなそういう時代になったんか、やば。三属、なんていうの、副属性しかないから無属性キャラなんで、所詮500億って思うかもしれないですけど、それでも500って意味わかんないですよ、これマジで。まあ、6ターンスキルっていうのが重いからからですかね。まあ、500、500億出るとはいえとも6ターンスキルは重いので、まあ、だからこそできたのかなと思いますけど、なかなかえぐい数値ですね。
リーダースキルは火水闇の同時攻撃でダメージを半減、攻撃8倍、固定1000万ダメージ、闇の HP2.5 倍、攻撃力が5倍となっております。はい、これが五条悟ですね。まあ、五条悟ってランキングダンジョンでぶっ壊れチート最強なんで、このバトル6以降の場合1ターン上限500億が増えることで処理数自体は増えてしまうんですが、あの初戦まずバトル6以降のみっていう視点でランキングダンジョンでの影響っていうのはかなり少ないですね。あの基本的にめちゃくちゃ長いランキングダンジョンであんまり五条使うことないので、まあ、そこまで影響が少ない。あの実際ね、あの前回のランキングダンジョンに関してもあれ5階層までですからね、っていうのであんま影響がないかなっていうのと、まあ、最悪バトル6以降になったとしても全員が同じ条件なんで、結局処理数増えたとはいえども大して影響はないかなとは思いますし、何より上限500億の方がインパクトがすごいという感じです。これが五条悟ですね。はい、500億解放ってやばくないですか。一撃で500億出るのか、ロマン砲だね完全に。うん、まあまあでも、まあ別に五条悟は変わらず、あの集会とかランダンとかそういう目的の使い道になりそうですけどね。はい、続きまして両面スクナです。はい、虎杖の変身後ですね、バインド無効感プラス7強8個闇列6個ボイスに陰の加護持ってくれてます。めちゃくちゃ強くなるやん。無効感7強8個陰の加護ですか。倍率 2.5 の、まあ、8乗に、まあ、無効感プラス 12.25 倍にさらに陰の加護を乗るので、まあまあ5倍乗ると仮定して9万3000倍ぐらいですね。まあだから副属性闇変化かつ10強武器とか無効感武器とかつけてあげて、まあまあ50万倍ぐらい出してあげてと。でスキルは1ターン自分の上限値が8乗空、回復と闇属性の攻撃力が2倍、ロック解除し闇は5個生成、回復4個生成が2ターンで使えるという感じになっております。はい、いやさすがに強いんじゃないこれ。上限80億に回復闇の攻撃2倍にロック解除生成持ちでしょ。めっちゃ強いね。盤面がロックされてなければアークベルザと合わせてあげると一番強くて、ね、盤面ロックされてなければアークベルザと合わせてあげて闇11個回復4個生成とかで使えたらめっちゃ良さそうですね。はい、という感じが少なですね。リーダースキルは光と闇の全パラが 2.5 倍に闇5個以上消してダメージを半減、攻撃力が20倍4コンボ加算となっております。相方で追い打ちを補う必須なんですけど、まあそれこそ真人とかと合わせても面白そうですし、まあどうやって使ってもかなり強いかなと思います。まあ既存にしてはめちゃくちゃいい強化で、まあ結構おもろい性能かなと思います。まあ死って言うなら、本当に死って言うなら2ターン上限8乗解放だったらまあ強かったかなっていう話、まあ人に関しても2ターン上限80億解放だったらもっと強かったなという気持ちはありますが、あの所詮運営が既存キャラをそこまで強化するとは期待してはいないので、まあ、ちょっと残念ではありますね。それが2ターン上限80億だったらマジで環境最強リーダーランキングトップ10に既存の真人とか虎杖が入ってくるっていう激アツな状況だったんですけど、まあまあ望みすぎかな。うん、まあまあまあ、でもあの本当にいい強化もらえてると思います。既存とは思えないぐらい強くなってますので、まあめちゃくちゃいい強化だとは思います。はい、まあ、ジノでよくねって言われたらそれまでなんですけど、あの、普通に既存キャラとしては思えないぐらいにめちゃくちゃ強くなってるんで、そういう意味ではすごいいいかなっていうのと、あとまあ、特にね、陰の加護めっちゃ持ってるから、あの、新協調ですね。新協調でかなり接待される可能性もあるかなとは思ってますので、期待大ですね。そしてラスト、東堂葵なんですが、なんと進化スキルになります。見ていきましょう。こんな感じです。はい。まず、バインドスキブ封印指クライミプラス、五色攻撃を7強プラスボイスに全パラ持ってくれていて、まあ、まずもうこの時点で結構強いんですけども、進化スキルになってます。山賊性持ちで進化スキルになっていて、リーダーと一番右のサブを入れ替える、1ターンの間敵の防御がゼロになるスキル進化で、その後1ターンの間自分と助手の攻撃力が2倍、敵の防御ゼロになるが2ターンです。素晴らしい強化、素晴らしすぎる。これはもうパズドラどうしたの本当に。めちゃくちゃいい強化ですね。まずはリダチェン要員としてはもちろん今まで通り使えますし、最終段階にした後はアシスト運用ができるんですよね。だからアシストに消せない覚醒無効回復武器とかつけておいてあげると、5ターンとか6ターンとかで消せない覚醒無効回復しながら運用できて、ね、リダチェン要員で使える、しかも多色でも使える。いやもうめちゃくちゃいいっすね。めっちゃいい。リーダースキルは HP2 倍 60% 軽減に攻撃38倍固定500万でした。これが東堂葵ですね。進化スキルになって使いやすさも増えてめちゃめちゃいい強化だと思います。という感じが東堂でした。まあ、正直今回の中で一番強いの余裕で東堂だと思うんですけども、まあ、普通に東堂が一番強いと思うんだが、まあ、五条に関しても上限500億とかいうわけのわからん火力になってるのがめちゃくちゃおもろい。めちゃくちゃおもろいです、これ。意味がわからん上限500億。っていうのと、まあ、あと、スクナに関しても、まあ、本当にこれは既存とは思えないぐらい強くなってるんで、
上限解放1ターンがもったいないところではありますが、それでも十分使えるぐらいにめちゃめちゃ強いと思います。本当に宿儺は強いと思います。闇のサブで全然入ってくるレベルで強いと思うので、リーダーとしてもサブとしても使えるかなって感じ。まあ人に関しても闇対狼生成でかなり面白くて、まあ情報はスキルが強いかなという感じでした。はい、まあ、という感じがね、今回のね呪術廻戦の既存キャラ評価になってます。これあれだな、呪術廻戦コラボ新キャラも期待できるけど、既存キャラも結構期待できるね。かなり激アツコラボだと思いますので、まあぜひよかったら熱いと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。